パット・ベネダー、1953年1月10日隊は、アメリカ合衆国出身の女性ロックミュージシャン、シンガーソングライター。1970年代、当時はまだ女性のハードロッカーが少なかった時期に、活動を始め、1980年代前半に、全米でトップクラスのボーカリストに登り詰めた。第23回グラミー賞以降、4年連続で、 グラミー賞最優秀女性ロックボーカル、パフォーマンス賞を受賞した経歴を持つ、ニューヨークのブルックリンにある、ポーランド人街のグリーンポイントで生まれる、3歳の時に、ロングアイランドのリンデンハーストへ引っ越した。そこで、ポーランド系アメリカ人の父アンドリュー・アンジェイエフスキは、板金工場を経営、ニューヨーク市立オペラで歌った経験がある、アイルランド系アメリカ人のミルドーレットは、 美容師として働き、父の成功で、一家は比較的裕福であった。少女時代のパトリシアは、ロック音楽に魅了されたが、厳格で保守的な両親は、クラシック音楽、オペラ、演劇は進めたもののパトリシアが、ロックに関わることを禁止した。1985年の、セックス・アズ・エイ・ウェポンは、彼女のスマッシュヒットの一つだが、このタイトルのみが先行して広まり、 女性団体から有害指定を受けたことがある。実際にはこの前にストップユージングザがつくため逆に女性団体のキャンペーンソングになるような内容だった。ありがとうございます。